これどう着とる？これどう着とる？どう着とるだけでいい？どう着とんなくていい？吉原の14年前のプロ不調を読もう！おー！大吉吉原です。上原です。ゆうたさん宅に、はい、今日お邪魔してます。初めて、はい、来たけど突然のことで驚いています。ゆうたさん宅で私の YouTube をどういうことなの？撮ります。ゆうたさん、はい、あのプロ不調ってご存知？プロ不調見たことはあります。書いたことはない。書いたことない。じゃあどんなものかなんとなくは。うん、なんか女子がクラスの小学校の頃女子が書いてたなみたいな。そう、その通り。私が初めてその自分のプロ不調を手にしたのが、うん、今から14年前。だから、うん、つまり私は8歳。8歳。8歳。うわ。7歳、7、8歳かな。小学校1、2。うわ。の頃にプロ不調をね初めて買ってもらって、うん、でプロ不調ってその一番上のページに、うん、自分がね持ち主が書けるプロ不調がある。あ、そうなんだ。そうそう、ちょっと今日それを、うん、あの見るのを付き添ってもらおうかなって。なるほど。付き添いで付き添いで、はい、14年前よ。14年前って2009年。10歳だ俺。うん、何しだ。10歳はあれだ、2分の1成人式だ。ああ、あったけど、あったけど、そんな10歳の1個目2分の1成人式なんだ。私はまあ小2か小1ぐらいだったわけだけど、うん、どんな。小2か小1なんてね、漢字だってままならないでしょ。そうか、うん、そうだね。え、だってさ、うん、その時書いてたさ自由帳とかさ、うん、もし日記とかさ見れる、うん、今になって。いや、書いたことないかもしれないけど。やばい気がするな。いや、鬼クロ歴史詰まってる可能性あるよ、うん、これ、うん、よく見せれるね。よく見せれるね。無理よ。普通に YouTube に載せるし。デジタルタトゥーもデジタルタトゥーよ。私やっぱネットリテラシーが低めだから。やめた方がいいって。少女がないかも、あんまり。いや、皆さんもぜひ解くとご覧あれ。はい、ということで見ます、はい、まずこのプロ不調自体が、うわー、意外とこういう趣味。なるほど。今これだけど意外とこういう趣味。かわいい感じの。そうそうそう。カフェ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 。開けていきますよ。はい、まずね、一番上から見せていくけど、はい、名前吉原玲奈。原だけ習った感じ。原だけ書ける感じ。ニックネームヨッシー。ヨッシーじゃない。ヨッシーじゃない。ヨッシー。これ。で、これ。あ、似顔絵。うわぁ。女子小学生の自画像だ。アイラブって書いてある。服にアイラブ。服にアイラブって書いてある。アイラブなんだよ。ポーズもね。本物だ。私は2001年2月22日生まれの魚座、うん、血液型は B 型、うん、自分を動物に例えるとラッコかな。はてな、ラッコ。今見てどう、うん、何がラッコだったの。人の性格を動物に例えるときにさ、ラッコって出てこなくない、うん、出て犬とか猫とか、うんうん、そうだね、怠け者とか、うん、ライオン、うんうん、ラッコ、ラッコ何の属性。いや多分、うん、ビジュアルだけで選んだ。ラッコみたいな性格なんてないもん、この世に。貝を持って。そう。そんなやついないのよ。貝持ってコンコンコンなんやついないのよ。自分を動物に例えるとで書いてるけど、多分好きだった動物を言ってるだけ。うん、性格は、おっちょこちょい。これはね、変わってませんよ。今でも。好きなタイプは、スマイル。何人で。何で。スマイルな人。スマイルな人、うん、よく笑う人とかじゃない。スマイル。どんな人か全然わかんないな。笑顔が素敵な人って言いたかったんかな。あ、でもやっぱ覚えたての、覚え、知ってる英語、知ってるカタカナをやっぱなるべく書きたいっていうのがあったんだ、うんうんうん、好きなタイプはスマイルな人で、有名人ではのくぼなる。うん、7、8歳がさ、うん、その好きというには、まあ、別に渋いわけじゃないけど、うん、
あの3人の中で、野久保直樹行くんだ。私は。周知心の野久保直樹。うわー、すごいな。ノック。これ、でも、ガチだな、結構。うん。いやー、うわー、当時って感じするな。これでもなんか、センス、あるな。今、うん、この時から、野久保直樹行くとは。うん、実は今、好きな人が、これ、いるいないで、丸つけるやつなんだけど、うん、いる！おぉ！その人の名前は、ひみつ！うるせぇ！うるせぇ！誰に見せるんだよ。を見据えてたってこと。じゃあ、すごいけどな。いや、だから思い出せないな。思い出せない。誰だったかわかんない。わかんないかも。この時、当時好きだった人は。うん、いやー、うるせぇな。私のチャームポイントは、うん、目、ほっぺ、2個。2個書いてる。2個いった。では、趣味は歌で、歌、特技はダンスだよ。うん、まあ、これはね、まあ、今もあんま変わんない、うん。その時からやってたんだね。そう、ダンスはね、4歳からやってたから、うわもう、習ってたね、うん。カラオケでよく歌う曲は、大塚愛のさくらんぼだよ。ちっちゃく、さくらんぼ。よく見るテレビ番組はレッドカーペットかな。おお、もうお笑い好き。もうお笑い好き。もうお笑い好き。みんな見てたもんな、レッドカーペット。でもそうやね、レッドカーペットはみんな見てた、うん、マイブームは、はてなはてなはてな、ちょっとマイブームはちょっとね、難しかったかもね。ああ、まあ今ハマっていることっていう意味でしょ。うん、多分意味はなんとなく分かってたけど、当てはまるものがなかったんだもんね。だってさ、たかだか 7,8 年を生きてきて、まあ、趣味とさ、特技でもう埋まっちゃうじゃん、人生なんて、うん、今はこれが好きみたいなもの、うん、別にないか。マイブームなんてさ、別にないよと思って、うん、はってはってことなんだよ。はてな4つも書いてる。で、これ今めっちゃ欲しいものはウォークマン過去 iPod。 おい知らない英語を頑張って書くな。iPod ね。恥ずかしい。ウォークマンと iPod も違うし、うん、これガキだね。これめっちゃガキだね。ちょうど下の欄にね、うん、サイコロジーテスト、心理テストがあるんですね、特徴は、うん、あるやつはね。へー。で、1個目、うん、目の前に美味しそうなスイーツがいっぱいある、今一番食べたいのはどれ。A、いちごのケーキ、 B、クッキー、 C、チョコマフィン、 D、マカロン。で、当時私は C のチョコマフィンを選んでます。ほうほうほう。で、2問目、うん、今日は大切な人とおしゃれなレストランに来たあなた、うん、テーブルクロスの色は何色。 A、赤、 B、青、うん、C、白、 D、緑。で、当時私は A の赤を選んでいます。ほう、うんうん、じゃあちょっと診断結果を。診断結果、はい。目の前に美味しそうなスイーツがいっぱいある、今一番食べたいものはどれ。で、まあ、チョコマフィン C を選びましたが、うん、この1問目の心理テストでは、はい、あなたの恋人にしたい理想のタイプが分かっちゃうかも。おで、 C を選んだあなたは、頼りがいのある人が好きなあなた、多少のわがままも大きな愛で受け止めてくれる人が理想のタイプみたい。これね、変わってません。これ多分、うん、今同じその22になっても、うん、同じテスト言われても多分チョコマフィン選んでた。チョコマフィンしてる。うん、2問目ね、うん、今日は大切な人とおしゃれなレストランに来て、テーブルクロスの色は何色でしたか。 A の赤を選べました、はい、で2問目は、はい、あなたの基本性格が分かっちゃうかも。基本性格、基本性格、基本性格って聞いたことないですけど性格なら分かるんだけど、基本性格、基本性格って何ですか。性格じゃなくて基本性格が分かっちゃう。で、A を選んだ私、はい、元気で明るくて細かいことはあまり気にしない性格のあなた、うん、自分の意見もしっかり持っているタイプだね、うん、これどう。あー、今もそんな感じするな。ちな、まあ、今自分の診断結果先言っちゃったけど、うん、ゆうたさんもちょっとなんだやってみます。その目の前に美味しそうなスイーツがいっぱいある、はい、今一番食べたいのは、うん、いちごのケーキ、クッキー、チョコマフィン、マカロン、どれ。うん、マカロン、マカロン、マカロン。本当に？これ今の自分。今の自分。え、どっちか C か D なんだよな。そうなの。心理テストって、うん、全然両方行きたい時あるよね。あるあるある。だって、なんで一個その
スイーツバイキングみたいなの来て、うん、なんでチョコマフィンしか食えないんだよ。そう。マカロンも食わせろって話、うん、理想のタイプは1かもしんないけど、うんうん、食べたいものはいっぱいあるよ、それ。そう。C だったら、まあ、頼りがいのある人が好き。うん、私のものも大きな愛で突き止めてくれ。D を選んだ人は、うん、明るくて優しい人が好きなあなたは、うん、いつも笑顔で一緒にいるとホッとできるような人が理想のタイプみたい。おぉ、うん。どう？うん、そんな気する。スマイルな人ってことですか？スマイルな人って。一緒にいるとホッとできるような人ってスマイルな人。スマイルな人ってそんな意味だったんだ。2問目、今日は大切な人とおしゃれなレストランに来た、うん、テーブルクロスの色は何色？赤、うん、青、白、緑。テーブルクロスの色緑。お、緑、 D の緑ね、うん、で、あなたの基本性格が基本性格ってなんだよ。わかります、うん、D を選んだあなたは愛情豊かで社交性も抜群、思いやりがあり、家族、友達、恋人をとっても大切にするタイプだね。これどう？ほんとか？社交性あるように見えます？こんなに漫画ある人が。これはでもやっぱカフェが褒めてくれてるかもね。ああ。何を選んだ人もね、うん。なんかいい感じに書いてくれてる。プロフ帳ってさ、うん、結局その対人というかさ、友達関係を築くものじゃん、うん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 、やっぱ誰も悪い気しないようになってるよね、まあ、何を選んでもね。おしゃれなレストランで緑のテーブルクロスなんてねえしろ、あんまり。白じゃない？大抵白、うん、その大切な人と行くレストランのテーブルクロスは大抵白なのよ。続いて、これマイフェイバリッツ、私の好きなもの、うん、ブランドロニー。ロニー、これ Nがね、上手に書けなくて、うん、N が上手に書けないくせに I の上をこうハートにするっていうね、小技を使ってるんだけど、うん、ロニーっていうね、うん、これでも私と同じぐらいの世代の女子、うん、ダンスやってた系の女子は結構響くんじゃない？ロニーは。ロニーっていうね、ブランドが。空気入ってる馬じゃなくて、それロディちゃん。あ、ロディか。それロディちゃん。あ、本当。ロディしか分かんない。ロニーっていうね、なんか、うん、ね、キッズブランドがあったの。ちょっといい、なんかそのなんかエンジェルブルーとかもあったけど、うんうんうん、そことはちょっとまた一線を画すブランド。へえ。まあなんかほんとダンスやってるイケイケみたいな子が着てた。うん、でロニーのその服ってだいたい濃いピンクか黒か、うんうん、白か、うん、薄いピンクしかなかった。へえ。ロニーってだいたい濃いピンクだったね。じゃ今となんか好きなものの方向性一緒だね。ブランドはマジでロニー今でも着たいな。あ、今の今ロニーあったら着たいわぐらい。好きな本。本、うちの三姉妹。おご存知？うちの三姉妹、うん、アニメ見てたわ。あ、ほんとやってたよね、うん、うすちあいあい通じた。見てた。うちの三姉妹好きだった。松本プリッツ先生の、うん、あれが好きだった。私、漫画はあんまり通ってないんだけど、うん、うちの三姉妹はそのまあいとこが読んでて、うーん、それが面白くて、うん、貸してもらったのを多分好きって言ってる。うーん、アニメも見てたし、うーん、あの姉だけ書けるからね、姉妹の姉の字だけ漢字で書いてる。姉だけ先に並んだ。そう、妹は後。妹は後。で、好きなキャラクター、ブルークロス。ん？ブルークロス。ブルークロス。ちゃんとクロスが入ってるな。ブルークロス。私これあんま覚えてない。なんかうっすらと、ブルークロスでその言われて出てくるけど、うん、なんか多分そう、エンジェルブルー系列の誰かなんだけど、ほんとかって感じ。私多分この一回書いてから、全然好きじゃないと思う。あんま思い出せないの。局所的に今、うん、今ちょっと好きだったものだった。そうそう、この時ちょっと誰かが持ってて、うん、あ、かわいい、かっこいいって思ったんじゃない。うん、好きな音楽。音楽たーくさん。一個かけよ。一個かけよ。なんか一個書いた方がいいよ、そっちの方が伝わるよ。たくさんとかじゃなくて、うん、たーくさん。これ、私の当時のうざさが出てる。
本当に私はこういう女だった。小学生の時。好きな食べ物。はい。チョコ。チョコ。まあこれは今もそう。うん、で好きな色、うん。赤、ピンク、うん、青。おお。これ青はちょっと意外かもね。確かに。ロニーとか好きなんだけど、うん、でもランドセル私水色だったのよ。ええー。そうそうそう。あーいたなぁ、水色いた、そういう人いた。でもなんかパキッとした色が好きだったのかもね、うんうん、こう優しいこう黄色とかそういうのじゃなくて、うんうん、好きなものの方向性は今でもなんか一緒な感じするな、うん、うん、そうね、うん、次これアソシエイティブコーナー、あなたの周りにいる人の名前を書いてね。これはその何々といえば誰々ちゃん、うん、何々こういう印象の子は誰々ちゃんみたいな、これあ結構、うん、そのプロ不調あるあるだけど、うん、割と結構そのハードモードというか攻めた企画よね。そうだね、プロ不調のそのかっこいいの欄に誰の名前を書くかとか、いやーやばいじゃん、攻めてるよね、うん、これ読み上げます。誰が誰のことだか全く分からないと思いますけど、うん、一応読み上げます、はい、まずかわいい、かわいいレイナちゃん、レイナちゃん、これ多分ねダンススクールにいたちょっと年上の女の子、お姉さんは私多分可愛いと思う、レイナちゃん。かっこいいマユッペ、マユッペ、マユッペ、これもダンスのお姉さんだね。そうなんだ、うん、でおしゃれ、ハテナハテナハテナ、おしゃれに当てはまるやつがね、いなかった。これ尖ってる。誰か一人書けばいいのに、で可愛いとかかっこいいにそのダンスのダンススクールのお姉さんの名前あげてるのに、うん、おしゃれには誰も書かない。これ私が尖ってる。私のお眼鏡に合うやつはいないと。尖り尖りで書いてないかも。で次面白いマユッペ、おお、マユッペ2巻だね。マユッペ強いね、かっこいい、でも面白いのマユッペ。でも確かにそうだった、まあ、ダンスめっちゃ上手くてかっこよかったし、うん、めっちゃファニーだったね、ファニーだった。優しい、うん、ジュナちゃん、ジュナちゃん、これは幼稚一個年上で、うん、幼稚園が一緒だった女の子で、うんうんうん、でダンススクールが一緒だった。いや結構ダンス周りで書いてるね、うん、私もアソシエイティブコーナーはー、ダンス周りで書いてます。で最後明るい、やってはる人、うん、みんな。何これ。みんな何それ、そんな明るい、みんな底抜けに。いい周りかな。マイベスト3コーナー、これは、うん、その勝手に例えば好きな食べ物ランキング1位、うん、2位3位とか自分でそのここ好きな食べ物とか当て何でも何を書いても好きな歌とか、なるほどなるほど、とにかくマイベスト3ランキングを書いてくださいっていう話なんだけ ど、うん、なるほど、私当時マイベスト3コーナー好きなお笑い芸人、お、もうなんだ、はやず1位、1位渡辺直美さん、おお、当時からよ、うわ、めちゃくちゃ面白かった。やっぱね、うん、やっぱその好きなお笑いとかそう、どういうお笑いが好きってやっぱあるじゃん、うんうんうん、けどやっぱ一番最初に好きになったお笑いってやっぱダンスやってたのもあるから、本当に直美さんのそのビヨンセ、そうビヨンセ、動きの、あ、動き、表情、音楽、音の面白だったりするのよね。うーん、だからそのピカルの定理の、うん、カモメが飛んだ日っていうコントがあったんだけど、うん、それもそのナオミさんが急に踊り出すっていう。やっぱ急に踊り出すとかすっごい好きだったんだよね、今もだけど。あ、やっぱもうお笑い、好きなお笑いのルーツがね、うん、見える。第2位、うん、ハンニャさん、おお、これはだから嬉しかったよ。ったあ、そっか、うん、カナダさん、うん、カナダさんと共演できて嬉しかった。やっぱ当時やっぱズクタンズンブングンゲーム、あー、やってた、世代やってたね。やっぱリズムだと強いよね、うん、小学生にもこう伝わる、真似できる強さもあるしね。そうそうそう、だってスターよ、もうピラミキーノから、スターだもん。私はピラミキーノにも出たけど。すげえ。3位、はい、ファイブギャップ、おお、渋い。急にゴリゴリ笑う。いや、まあそれ笑うよな、グレッシュ赤間、そう、ホワイト赤間、ホワイト赤間、やっぱレッドカーペットを見てるから、うん、好きなテレビ番組レッドカーペットだから、うん、もう
レッドカーペット芸人、うんうんうん、で3位にファイブギャップさんが食い込むと。おやっぱゲラゲラ笑ってたの。今見ても面白いし、ね、面白いな、うん、もう本当にお笑い好きだね。当時のトップ3、うん、これでした。でクエスチョン、はい、将来の夢はモデル。おえ大きく出たね。モデルだ、モデルなんだ、うん。まあだから人前に立つのがもう好きだったのね、目立つことだから、うんうんうん、だからまあなんかよくわかんないけど、うん、モデルとかアイドルとか女優とか、うん、そういうのが多分好きだったの。なるほど、うん、でどんなファッションが好き？目立つ服ってすごいとことんだね、強えな。どんなファッションが好き？ってんな、目立つ服とにかく目立ちたい。ロニー着て。で次、もしも100万円あったらどうする、うん、お世話になった人に分ける。うおーかっけえ。マジで小学生そんなこと考える、すごくね。100万円よ、小学生にとっての100万うん、やばいよ。お世話になった人に分けるだって。何をそんなにお世話になってるんだ。確かに当時そんな確かに。いやこれはね、今じゃ書けないよ私は。やっぱ、まあ、100万もなんとなく変わってくるけど、その100万の思いも、うん、今の100万もそうだね。けどお世話になった人に分けるってね、今やっぱなかなか書けないよ、うん、これじゃ当時ならではかも、うん、いい子だったから。今の方が確かに私利私欲に書けたいかもしれないね。いやすごい、100万あったら100万か。全然さ、うん、うだうだ生活費に使ってなくなっちゃうあるから。正直、うん、まあこんな感じです、私のプロフィール帳は。でちなみに、はい、その裏にフリースペースがあるんですね、うん、結構広めの、このプロフ帳こうだいたい正方形1枚だけど、うん、これ2枚分ぐらいの広めのフリースペースがあるんだけど、うん、でそこにじゃあ何を書いたかお見せしたいと思います。はい、みんな大好き。怖い。何これ。何これ。何これ。輪郭のない。輪郭のない。顔パーツだけのやつが。みんな大好き。2回伸ばしてる。みー。なんなのこの愛情表現。怖いわ口。こんだけあるフリースペースをもうこうで見つかる。すごいね、怖い。鼻がハートになっている。鼻がハートになって、一番の黒歴史。でこれ当時のサイン、サインレナ、この R と N が大文字で E と A が小文字。これ何ですか、これ何が書いてあるんですか、これは。これがね、おしゃれだと思ってた。レナ。まあさ、筆記体とかのさ、うんうん、なんかからインスパイアを受けたの。インスピレーションを受けて。レンナ。これはまあその、うん、目がハートのなんか、ニコちゃんみたいな。そう。でも寝てんのかな。素晴らしいよ。怖えー。口でけえし。怖いわ。なんかぼんやりとみんなのことが好きだったんだね。好きだね、そう、明るいみんなとか。そうそうそう。誰とかじゃなく。まあ、いいやつ、みんないいやつだったんだよね、うん、周りにいるみんなが。これどうだったゆうとさん一緒に。いやー、やっぱ本物しかやっぱ出せない感じというか。そうよな、うん、いやみんなこれを書いてたんだってなった。そうだね、うん、でもやっぱ私有名人では野久保直樹ってもう書いてるのがね、うん、やっぱすごい我ながら我ながらいい女よって思う、うん、うわ、じゃあということで、うん、まあ私の14年前のプロフィールを見てみたわけだけど、面白かったな。面白かったね、うん、小学生やっぱ面白いね。小学生やっぱ想像を超えてくるよね、うん、とんでもない。まあなんてね、いろいろ見せてきたんで、記念によかったらゆうとさんもいいんですか、1枚ありがとうございます、書いてください。初めて書きます、はい、プロフィール帳ぜひぜひ。ということで、はい、吉原の
14年前のプロ市長を見ようでした。はい。